さあ福岡編3日目です。響灘緑地というところに来ました。今回はここでバラフェアっていうのやってるみたいなのでちょっと見てきました。ゲートくぐってすぐね、白い花のなんか綺麗なやつでお出迎えしてくれます。でちょっと園内を歩くとなんか遠くにバラが見えたんで行ってきました。ただこのバラは最後にスライドショーでお見せしようかなと思います。で次にやってきたのがカンガルー広場っていうところにやってきました。入ってすぐね、ちょっと厳重なちょっと重めのねフェンスのドアがあって、ここを入るともうすぐにカンガルーがいます。でここはね、カンガルーとワラビー、そしてワラルーっていう、多分ねカンガルーとワラビーの間なんかな、その3種類の生き物がいました。他にもね、違う場所に行ったら鳥とかポニーとかいるみたいなんですけど、ここはカンガルーだけです。で結構ね間近でカンガルーが見れるみたいなので入ってみたんですけども、どうでしょう、ちょっと遠いかなって思うでしょ。でもね裏の方に行くと触れ合いゾーンっていうのがあってね、もうガンガン入れますまさかねカンガルーと同じ檻の中に入れるなんて思ってなかったんでびっくりしたんですけど、こういう風にね普通にカンガルーが寝てたりジャンプしてね歩き回ってたりします。結構ねなんて言うんだろう、ボクシングのイメージがあるんで怖いなと思ったんですけど、ちょっとカメラワークごめんなさいねすぐに治るんでね。ほらこんな風にね、ちょっと暑かったんかわからんけどカンガルーみんな寝てました。もうねダラーンってで結構みんな集まって寝るんよね、こう個人個人で寝てないっていうか。でねボスのでっかいのがおったんだけど、それは1匹で寝てました。でねこう上に足が乗っとってもお構いなしで、みんな仲良くお昼寝ですね。いや結構朝だったかな、いやまあお昼寝ですね。それではここからスライドショーをお楽しみください。ということで福岡に3日間お世話になりました。また来たいなと思います。うんからでした。バイバイ。